はい、こんにちは。今回はね、こちらでございます。これはリアルトイだと思うんですけどもね、ちょっとサイズが飛びかでちょっと小さいサイズになってしまうんですが、セリカですね。セリカのパトカータイプになります。まあ、セリカはトミカでもね、この方ありましたけども、まあ、これが、最終型となってしまって、セリカは製造中止になっちゃったんですよね。まあ、セリカっていうとね、かつてダルマセリカって呼ばれてて、1970年代の時勢いが良くてセリカ売れてたんだけど、まあ、私はセリカはそんな好きな車ではないんだけども、まあ、70年代ぐらいの一番初期に出たセリカね、あれが一番良かったな、うん、あのセリカが良かった感じですな。あのセリカはもう当時ほらマスタングっていう車、フォードのマスタングがあって、それに対抗する車としてね、セリカっていうのを作ったので、まあどことなくやはりマスタングにあれ似てるんですね。ですから、まあ、あのダルマセリカの方がね、一番いいスタイルっていうか、あれが良かったですね。まあ、その後セリカはいろいろ出てきたんだけど、まああんまりちょっと自分にとってはあれちょっと好きではないな、うん、2代目あたり3代目あたりとかもあんまり好きじゃない。トミカルも出てたけどね、あんまり好きじゃないんですよ。で、そうです、まあそれは人によってね、デザインの好み好まないっていうのがありますから、致し方ないんですけども、まあトミカプレミアムの出てセリカね、まああれはでもやっぱ、でもやっぱりちょっとやっぱり若干インプレッサーとかと比べるとね、うん、やっぱりインプレッサーの方がいいかなって感じになっちゃったんですね。で、まあそんなことになって言いながら、まあトミカとかミニカーとかしてはね、車種が出てくると集めますけども、まあそんな困難になって、このセリカもだんだんそのなんていうのかな、ある意味その頃の丸型のセリカ、平成に出てた丸型のセリカと比べてサイズがちっちゃくなっちゃって、でこの最終型で先代よりサイズがちっちゃくなっちゃったんですよ。でそれがかえって、まあ、セリカファンにとってちょっとこうがっかりさせてしまったっていうかね、先代がやっぱ大きかっただけに、これの代でさらにちょっとそれをさらに ちっちゃくなっちゃったから、えっていうね。で、まあ、今見るとこのデザイン的にはね、良かったんではないかなというふうに思うんですが、まあサイズが小さいなってしまったっていうのはね、それはちょっとこう残念でしたなっていう感じでございます。で、こんな風にね、パトランプがあってこういう風になっていて、まあなかなか面白いね、感じに仕上がっていてね、いいんじゃないかなっていう風にね、感じる、まあそういったね、車ではあるかなと思います。というわけで、どうもありがとうございました。